五福橋は、淀川水系の稲川に架かる橋である。五福橋の名称は、かつて池田が五福の里と呼ばれていたことに由来する。かつては、巡礼橋と呼ばれ、表記された。五福橋から五月山を望む大阪府池田市、西本町と兵庫県川西市小戸二丁目とを接続している。国道176号が通過している。全長は117.2メートルであり、 幅は18.8メートルである。行政区分は川西市に属する。管理者は国土交通省近畿地方整備局である。稲川の10.8キロメートルの地点に加橋されている。上流には近い順に中橋、新稲川大橋、絹延橋がかかっている。下流には近い順に阪急宝塚線稲川橋梁、稲川第一橋梁、 中国自動車道稲川橋、群浴橋、桑津橋、上密大橋がかかっている。巡礼橋という名称は、西国33所における、第23番札所の王朝山カツオ寺と、第24番札所の死雲山中山寺とをつなぐ、巡礼道の途上にかけられていることに由来する。1815年、巡礼橋の建設工事が完成される。高槻土砂奉行に届けられた。 使用書によれば、長さは65件、幅は2件であった。同年3月12日に、渡り染めが行われている。1822年、橋が大きく破損する。1866年8月16日、橋の8割程度が破損する。1877年頃に、大規模な掛け替え工事が行われ、名称が五福橋に変更された。 1921年頃に洪水により1、3が流出する。橋が産業道路のルートの一部となったために掛け替え工事が行われ、1932年に渡り染めが行われている。1996年にも掛け替え工事が行われている。ありがとうございます。